こんにちは、アルキンチャンネルです。今回ですね、スモールワールズの、旅日記の、関西国際空港の編を紹介したいと思います。はい、アルキン、やっとついにアルキンがここに行きました。はい、スモールワールズですね。はい、今まで行きたかったんですけども、はい、コロナでなかなか行けなかったです。はい、ついに行きました。ですね、スモールワールズはの東京は世界最大級の室内、屋内型のミニチュアテーマパークですね。2020年の6月にオープンしたばかりです。はい、おー、施設テーマパークはここにあります。はい、まずアリチン、今回は、はい、関西国際空港を、はい、紹介したいと思います。他の、エリアもあります。これまた別途で、紹介したいと思います。はい、これですね、とっても良かったです。はい、では、まず紹介する前に、はい、スポンサーを行ってます。おー、ですから関西空国際空港はメインスポンサーなので、今回は、はい、これがジオラマ、ミニチュアがあります。あと、その旅客機は主に JAL ですね。はい、ということで、ではこれから関西空港をVTR をぜひご覧ください。
はい、いかがでしょうか。関西国際空港のあれですね、ターミナルと、はい、離陸のシーンを見ました。すごくいいですよね。はい、これ、今回これから、はい、じゃじゃーん、ジャブの最新機です。エアバス A350 の、着陸から、離陸までの動画を撮ったので、ぜひ、これから VTR をご覧ください。
おお、かっこよかったですね。エアバス A350 です。旅客機です。ああ、とっても良かったです。おスケールは80分の1ですね。ここは400分の1。これより大きいです。全部、はい、スマールワーズの、まあ手作りですね。だそうです。では、これから最後のシーンとして、夜間のターミナルを、夜間の関西国際空港の VTR をご覧ください。はい、ではいかがでしょうか皆さん。スモールワールズの関西国際空港ですね。私にとても感動しました。すごい、とても良かったです。今回の旅日記は、はい、そう、はい、次回は宇宙センターも、これも良かったです、なかなか。はい、では、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。